なんだ今の動きは。とっさに氷のシールドを作ったから良かったものの、あの距離を一気に詰めてくるなんて。今ので仕留めれたと思ったけどな。怖。でもそっちがその気なら、あたいだって。いけい。あや、全く追いつけない。早すぎるって。でも、先回りすれば。で、全部切り捨てた。あたいの氷の弾丸をすべて。あれ、どこに行った？まだ、やるつもり。無理。です、降参。だ、チルノさんから降参との発言あり、よって勝者。ヒイラギリンさん。いやー、正直なところ最初の一戦で勝負決まったんじゃないかと、そう思わせるようなスピーディーな戦い。あっという間の2回戦でございました。なんだったんだほんと。チルノ、立てる。腰が抜けた。リアルに死ぬかと思った。怖がらせちゃったかな。ごめんね。まあ、いいけどね。いやーすごいねー。天才の値、ちびりそうだった。まあ、チルノ相手だったらああなるわな。まさに圧倒だったね。さて、問題はこっからだな。誰と相手になるか。はい、それじゃあ3回戦、行ってみましょう。3回戦はかな、アナベラルさんと、4人衆南、宝珠ヌエさんです。4人衆が相手か。怖いなぁ。およ、一年坊、緊張してるみたいだな。はい、結構。まあまあ、こんな大勢に見られるからな。気持ちはわかるぜ。ま、でもここにクラモを引き返せねえから、腹をくくりな。ありがとうございます。さて、それではお二方、準備のほどは？こちらは OK。私も大丈夫です。それじゃあ、3回戦、レディー。ファイト。見かけによらず、危ねえもん持ってんな、一年坊。まあ、よく言われます。まあ私もいつまたの槍を持ってっから、そのこと言えねえんだがな。さあ、かかってきな、どんだけ振り回したって構わねえ。全力でこな。じゃあ、胸をお借りしますよ。いや、ヌエさんはともかく、カナさんがあんな重いものを軽々と扱うあたり、なかなかの化け物ですな。あの華奢な体のどこにあんな力が、生まれ持った腕力なのですかね。さてただ今の段階では、お互いたぶりたぶりといった様子、どちらが優勢かは、どうなんでしょうかね。あんな頑重なものを持ちながら走れるのな。腕力といい脚力といい、本当にためにはあんな。ふう、道路の石を受け流すのも大変だね。まだ準備運動って感じですか。あ、私結構スロースターターでな。ついでに言うと、さっきみたいに一瞬で終わるとつまらないからな。まるで終わらせれそうな言い方に聞こえますよ。気に触ったか。いいえ。さて、そろそろいいかな。さっきより衝撃が強くなった。もしかしてここから。まずは、落としちゃったね。そうですね。まだやるかい。あちらに悪い方なんて。そう、なら。はあ、どっから来るんだ。早すぎてわかんないや。さて、見た目はないよ、一年坊。さすがは4人衆を名乗ってるだけありますね。いやー、疲れました。降参です。かなさんより降参宣言、よって勝者、4人衆南、宝珠ヌエさん。これ、立てるかい？はい。にしても運がなかったなお前。初っ端から私と当たるんだからよ。確かにそうですね。一回戦目から4人衆と当たるとは。まあでも、存在楽しめた。あんだけ重いもんを軽々振り回すとは、予想に反して結構やるな。どうも。ま、あとはしっかり体を休めることだ。じゃ、また機会あれば。宝珠ヌエさん、ヒイラギリンさん、西陽寺ゆゆこさん。連絡事項がありますので、本部テントまでお越しください。ふう。お疲れ様、かなちゃん。
ありがとう。負けちゃったけどね。まあそこは4人衆相手だから仕方ないと思うぜ。勝てたらどえらいことになってたよ。いやまあ勝てる気はもともとなかったんだけどね。なんとなく出たタイマンバトルだったし、あとはリンちゃんの応援だね。そうだね。はい、皆様にご連絡をば。準決勝ですが、残り3名となりましたのでくじ引きを行い、準決勝は宝珠ヌエさんと柊リンさんとの戦いをお送りしたいと思います。宝珠ヌエさんは連続での戦いとなりますが、ご本人からは了承を得ていますので、その点はご安心ください。さて、それでは準決勝を始めます。両選手、フィールドに。それでは選手の紹介をば。3回戦を華麗に切り抜けた4人衆南、宝珠ヌエさん。対する選手は、2回戦を圧倒的なスピードで終了させた、柊リンさんとなります。4人衆以外で残った選手は柊リンさん、ただ一人でございます。ここから先、一体全体どうなってしまうのか、目が離せません。では、両選手、準備のほどは。いつでも。こちらも。よし、それじゃあ用意。ファイト。柊リンって言ったっけ？そうです。さっきの速さ、見事だと思った。一気に喉元に剣を。すごかったねー。そして聞こえたよ。君、私たちを倒したいんだって。何か問題でも。意味は別に、だが一年棒が私らを同行できるか。同行できるか。ですか。よほど、自信があるようですね。まあな、これでも防衛し続けてる身だからな。夏休み期間だけで、同行できるほど私らの壁は甘くないぜ。どうやらおしゃべりがここまでみたいだな。察しがよろしいようで。いい集中だ。さて、じゃあキナ、試してやる。本気かどうかをな。こうやって後ろを取られる時点で本気を確かめるもクソもないでしょう。この距離を、いつの間に。予備動作はほとんどなかった。だがあの地面のえぐれた後、それだけ踏み込んでたことにはなるが。これでわかったでしょう。私が、本気だということが。面白いじゃねえの。そこまでされちゃ、本気でお前をもてなさないとな。剣はそんなに軽いもんじゃない。持った状態であんたスムーズに走るとは。さっきの一年棒とは大間違いってとこか。なら、ちょいとギアを上げて。ほら。へえ、私の槍攻撃を全て弾いてみせるか。それだけじゃないですよ。さて、どこから。あなたの動きはわかってる。いってえな。またもや見かけによらないタイプだな。まるで獣だ。足詰め一気でも敵に食らいつく狼ってとこか。ヌエさん、あなたの本気はこんなもんじゃないでしょう。まだ私を試してるんなら岡戸違いもいいところですよ。私はあなたたちを倒し、父さんと母さんと同じ世界を見るんだ。なるほど、憧れからその強さを追い求めたってわけか。でもさすが、柊先生とそのおっさんの子だぜ。ちょっと舐めてたな。強いでお前。ならもう、手加減は必要ねえな。おっと、危ねえ危ねえ。まだ覚醒で見れてない。この戦いじゃ4割が限界ってとこか。よくここまで私の攻撃をさばきながら攻撃できるもんだ。ケン、あいつ以来だぜ。剣したのは、あいつ。まあお前は戦うことはねえと思うさ。なんて、私というでけえ壁があるからな。すいませんか、私壁はぶち壊したくなる将軍なんて。だったら私を超えてみな。言われずとも。は、ふ、タフだな。一年にしてはマジで腕が立つな。こっちも限界が近い。もう決めるしかないか。諦めた。わけじゃねえよな。なるほど。その気なら受けて立つ。来い。甘い。な。言ってて。最後の剣筋、見切ったと思ったんだけどな。すみませんが、その上を行かせていただきました。そうかい。楽しかったぜ。柊リン、覚えとく、またやり合おうぜ。宝珠ヌエさん、ダウン。よって勝者。聡明学園1年、柊リンさん。